Hey guys, thank you so much for checking out this video. で、このビデオはすっごい簡単に自信をつけたいときに何をすればいいのかっていうことについてお話しできればと思いますので、Let's start right away! Change it to world 生まれてきただけで It's all right! It's all right! ね、僕のおすすめは自信どうやってつけるのってね、これ論理的に考えていくと自信っていうのは慣れた後につくんですよね。で、世の中はこの順番を間違えているのね。やってないのに自信が欲しいっていうのは論理的にどう考えても無理なんですよ。わかります？わかる？自信がないビビるっていうのは自分のね、変態だよね、日本語で、right? amygdala、ね、自分のセキュリティシステムなのよ。わかる？あなたの体はあなたが幸せで生きることにはそこまで興味がないんですよ。あなたの体が興味があることは生き残ることなんだよね。ね、子供を産んだりとかね、サバイバルなんですよ。簡単に説明すると、ブラック企業みたいな、ブラック企業の社長が急にあなたの人生に入ってくるとね、普通の場合は3つのオプションがあるよね。1つは逃げる、いやー来いやーって言って逃げるっていうのは最初のオプションで、もう1つは戦うっていうオプションがあるよ。何言ってんだよ、おかしいやろって言って正直言って戦っちゃうっていうやり方もあるの。でも日本で流行っている方法は、やり方は耐えるんだよね。しょうがないよね、仕方がないよね、仕事だからね、他の仕事ないからね、他のやり方があったらいいんだけどみたいな感じで耐えるっていうこともできますよね。嫌いなことを耐える、ね、嫌いな生活を耐える、嫌いなパートナーを耐える、嫌いな親と生活しているんだけどそれを耐えるとか、ね、自由になっちゃいけないよって、ね、その自由になるのが怖いっていうことなんですよね。で、このような感じで自分の脳がどのぐらい頑張ってくれているのかっていうのを理解できるようになってくると、意外と楽に自信をつけることができるようになってくるんですよ。で、まず自信が必要な時は自分がやったことがないことについて自信が欲しいんだよね。例えば可愛い子が目の前にいるやろ、ね、で、可愛い子がいてその子になんかね、声をかきたいと。わかる？その時何が起こるかっていうと絶対ビビるわけよ、ね、だからその子と話したいんだったら自信が欲しいなとか言って練習すると自信がついて、そういう可愛い子に話せるようになるんだよね。でも最初はそんな自信誰も持ってないわけよ。可愛い子、特にこれ本能的に考えると可愛い子に声をかけるっていうのは自分の命に危ないことなんだよね。これマジ本能的に、あ、恋愛に変わっていくね、面白いね。どういうことかっていうと、昔人間がトライバル的、ね、王様がいて、またはウルフパック、狼のパック群れみたいな時に、トライブ的に生きてる時にトップの人が一番可愛い女の子と結婚して子供を産んだりしてたんだよね。美しいことで、女の子はそのサバイバルの確率がこういうトップの人と一緒にいると安全だよねっていうこともあって、本能的にそういう女性はイケメンじゃなくてできる男っていうのを選んでたっていうふうな考え方があるんだよね。これ説に本当にあるんですよ。論理的なんか分かるよね、感覚的に、ね、で、もしその可愛い女の子に声をかけるのはどういうことかっていうと、もしその女の子が別のできる怖い強い男がその人を、まあ、女性でもいいんだけど、その人をナンパしてるっていうか狙ってるとか、または結婚してたら何が起こるかっていうと、その可愛い子に声をかけたらそのトップの人がでっかい棒を持ってバコーンってあなたに来て、あなたを殺しちゃうかもしれないわけよ。俺の女に手を出すなって、俺の男に手を出すなって、俺の子に手を出すなって言って、この子は俺のなんだって言って、でボコーンってアタックして本当に危ないかもしれないわけよ。で、脳はこういうの知ってるんだよね。理解、僕たちは理解してないけど僕の体はこういうの知ってるわけよ。だから女の子に声をかける。女の子って言っちゃダメだよ。可愛い男の子、可愛い女の子に声をかける、可愛い子に声をかけるっていうのはね、本当に難しいことなんですよ、ね、で、自信が必要になるときは必ず自分がやったことがないことについて自信がないよね。ね、
自分がやったことがあったらそこまでもう自信がついてるわけよ。やったことがないから自信がないわけよ。わかる？やったことがないから危ないのよ。好きなことを仕事にしよう、転職してみようね、危ないのよ。周りの人がそんなこと無理だよ、好きなことを仕事にするなんて罰が当たるよって。本当にいいことが、ね、不幸に慣れている人にいいことが起こったら今度もっと不幸にするんだよ。いいことは、ね、不幸に慣れてる悪いことが起こるんだっていうのがいつも起こってて、このいいことが起こるとやべえ、いいことが起こったら絶対ネガティブなことが もっと来るよみたいな、はみたいな、全然論理的じゃないことを勝手に思って悪いことを見つけ出していくんだよね。でいいことが起こってんでも、いややめてやめて、いいことはいいから、悪いことを見つけたりするんだよ。面白いよね。 OK、 今ちょっと話飛んだね。ポイントはここなんですよ。自信が欲しいときは自信は出ないのね。ね、今本当に自信が欲しいんだけどっていうときは自信が来ないわけよ。じゃあどうするかっていうと、不安と恐怖を感じていても自分の夢のために行動を取らないといけないんだよね。自分の夢を追いかけるっていうのはめっちゃ怖いことなんや。せやろ、失敗するかもしれないのよ、ね、でも失敗してもいいことなんだよ。自分の夢を追いかけて大失敗してもこれかっこいいって言うんだよ、ね、これやって死んでもいいぞみたいな覚悟が必要になってくるんだよ。これ本当に自分で好きなことを仕事にしていくっていう時は、ね、これビジョンプログラムっていう本当に2ヶ月でかかっても多分終わらないような勉強 のコースがあるんで、これ興味あったらぜひやっていただきたいんですよ、ね、ポイントは自分の夢を追いかけるっていうのは不安がめっちゃ出てくるのよ。やったことがないのよ。失敗するかもっていうことをやっていかないといけないから楽ではないんですよね。でちょっとそういう覚悟が必要になってくるんだけど、今日はこの覚悟についての自信についてお話したいんですよね。でいろんなやり方はあるのね。例えばその呼吸してアンカリングっていうテクニックを使って不安を感じているんだけど、呼吸にフォーカスを、ね、持ってきて、体にフォーカスを持ってきて1センチでもいいからね、1分でもいいからその怖いことの行動をやるって、そうやって慣れていくっていうこともできるんですよね。または他の人に約束するとか、ね、これをやらないと罰金払いますとか、なんかインスタとかフェイスブックとか YouTube とかで何でもいいから僕これやりますって、もう他の人に約束すると逃げられなくなっちゃうからもう行動を取るとかね、そういうテクノロジーはいっぱいあるんですよ。で今日はその中で一つのめっちゃ効くテクノロジーについてお話しさせていただければと思います。それは自信が欲しいときは自信がついたふりをしろっていうお話なんですよね。これはね、よく斉藤ひとりさんとかのお話を聞いていると結構あのメインテーマみたいな感じでよく出てくる話なんですよね。自信がなかったら自信がついてるふりをしなさいっていうことなんですよ。でこれは結構引き寄せの法則を勉強している人はあーってなるよね。でうまくいくっていうのを信じていたらこれが現実になるんだっていうの。でこれがちょっと今のギャップあったなって感じた人は大丈夫、そこまであのこれはギャップがある話だから。でも簡単に説明するとこういうことなんですよ。例えば問題が出てくるじゃないか、ね、で問題が出てきてやべえなってなります、ね、じゃあ例えば、今 YouTube でカメラ使ってるんだけどカメラの使い方がわからないっていう問題が出てくるわけよ。で YouTube 撮らないといけないので、新しいカメラだから問題がわかんないよね、どうするって。で僕にはいろんなオプションがあるわけよ。一つはね、問題が出てくるからパニックする、やばい時間が守らないといけないんだ、絶対これできなくなっちゃう、大変なことが起こるって言って不安、問題、パニックにフォーカスする。そうすると何が起こるかっていうと自分のストレスホルモンが流れてきてもっと心拍力が上がって本当不安を感じてダメだってなってパニックになっちゃうんだよね。でそういう時にうまくいくかって言ったら、まあ、1% の人はパニックしててもうまくいく時はあると思うんだけど 99% の場合パニックしてるとうまくいかないわけよね、で変なプロジェクトになって今度うまくいかないってなって自分はダメなんだって、もっと自信がないっていうか、そういうネガティブな下の部屋にいる時は本当に自分無理だよねとかなっちゃうんだよね、まあ、何もうまくいかないんだとか言って、で今度もっとうまくいかないところにフォーカスしてるからもっとうまくいかないところが目に入ってきて、で今度それがその自分の不幸の原因になるわけよ。で今度自分が不幸だって思って不幸の人の行動を取るわけよ。そうすると結果がもっと不幸になるから今度もっと不幸なことが出てきてやっぱり無理なんだって言って自分のネガティブな思考をリアルに変えていくっていう危ないダウンワードスパイラルが始まっちゃうんだな。なでもう一つのオプションがあるんですよ。でそれは、ね、他にもいっぱいオプションあるけど一つの方法はもううまくいくんやって決めちゃうわけよ。
で、うまくいってないんだけど、うまくいっているふりをするのね。ね、だから例えばそのカメラが壊れて、新しいカメラの使い方全然わかんないってなるときにパニックするんじゃなくて、いや、うまくいくから大丈夫だよって言って、もう頭の中で勝手に決めちゃうの、うまくいくって。ね、で、今ね、見てる人、え、何それ、おかしいんじゃないと思うかもしれないんだけど、よく考えてみろよ、ね、どういうことかっていうと、俺は、僕はね、そのカメラが壊れたら、僕は6時間かかるかもしれないけど、絶対マニュアルとか読んで YouTube 見てとかいろいろやって、カメラ自体が壊れたら返品したり別のカメラ買ったりして、絶対この問題をクリアするっていうことはできるわけよ、ね、っていうことはいずれ問題クリアするんやろ。じゃあ現実的に未来クリアするんじゃんっていうことはクリアされるもんなんやろ。じゃあ今それを味わってもいいじゃん。でそうすると何が起こるかっていうと、パニックにならないよね。自分のムードをポジティブのようにキープすることができるじゃん。で、自信を持って絶対うまくいくようにやっていって、で、そこまでパニックしないで問題に取り掛かって、実際にソリューションの行動を取っていくことができるんだよ。フォーカスを問題からソリューションに寄っていくことができるようになるんだよね。だから今はカメラの例だったんだけど、もし目の前に可愛い子がいて、自信つかないから自信につ、じゃあ自信を持っている人のふりをするのよ。わかる？あなたはそういういい可愛い子と付き合うのか付き合わないのかって、付き合いたいんだったら付き合うって決めればいいんだよ。いずれ付き合うんだからって、もう決めた瞬間にそれが現実になるよ。時間かかってもいいから。そしたらいずれが自分は自信を持っている人になるわけやろ。じゃあ今もなっちゃえばいいんだよ。いずれそうなるんだから同じことでしょ。ある意味全然同じことじゃないけど、ある意味同じことでしょね、そして自信を持ってる人だったら、自信を持ってる自分だったらこうやって話すよなって言って、自信を持ってその子と話すわけよ。でそうするとその子は、あなた自信すっごい持ってる、好きとか言って、そこでお付き合いが始まるんだよ。でもいや自信がないから、自信がついたら話したいなとか言ってると、チャンスを見逃しちゃうんだよね。その子がいなくなっちゃうわけよ、ね、で自分は自信ないんだって言って、また別の子が来ても、いや自信がないから話せないよねって言って、またそれが現実になって、それが繰り返していくから、もういい加減に可愛い子と付き合いたいって決めたいんだって、決めるわけよ。成功したいって思ったら成功するって決めるの。ね。転職する、したいんだと思ったら転職がうまくいくって決めるの。で、その最初の転職がうまくいかなくても、また次ので絶対うまくいくっていうふうに考えてたら、もう笑顔でいけるわけよ。人生うまくいくんだって決めちゃっていいんだよ。ね。ちょっとギャップがあって抵抗感はあるかもしれないけど、わかる？You have the freedom to live happy. ね、あなたには幸せになっていいっていう自由があるわけよ、ね。あなたが刑務所にいても、あなたがジャイアントにいじめられてても、あなたがブラック企業にいても、あなたは自分のムードで今の幸せを味わうっていうことができる権限を持ってるわけよ。で、幸せっていうのはお金で買えないの。わかる？年収が1億円でも嫌なことをやってて、嘘みたいなことをずっと仕事でついてて、働く人たちが本当に大変 でブラック企業みたいな働き方 で商売が本当にグレー でお金は入ってるんだけど本当に心から合わないこと、それやってたら不安で不安で寝られないよ。で本当に自分で成功したかっていうと、社会的に成功しているように見えるかもしれないけど、いつ倒産するのかって分からなくて、寝るときは針の上で寝てるような感じで、僕も実際にそういう社長とか話したことあるよ。針の上で寝てるんだって言ってる人いるよ、本当に、ね、だから、ね、逆に収入は低いかもしれないけど、自分がやりたいことをやってお客さんが幸せになってて、で本当にインパクトをやってて周りの人も幸せになってて天も喜んでるっていうのはお金で買えないことだよ。やりたいことを仕事にする、やりたい時にやりたいことでできるって、それで生きていけるって、お金で買えないよ。その幸せは健康とか友達とか家族とか喜びっていうのはね、だからそのところにフォーカスして幸せになっていいんだっていうところには決断できるわけよ、ね、収入を上げるっていうことはちょっと別かもしれないんだけど、幸せでいるっていうことは決断できるわけよ、ね、だから問題があっても大丈夫っていう自信を持つっていうか、まあ、具体的にこのビデオは本当に自信がないときは自信があるふりをしろっていう話なんですよね。僕も実際にこれをやって本当に奇跡のようなビジネス的なチャンスとかをマジ掴んでいます、本当に。でその価値はもう数字的にもすごいし、ポイントはその数字じゃないんだけど、ポ
ポイントは本当に僕はこれをやったから本当にいろんなことができたんだよね。マジ信じられないようなことが現実になったんだよね。これは本当に最初もういい加減にもうフリすればって言ってもううまくいくっていうのを決めてうまくいくフリをしてたんだよ。うまくいくのはわからないって思ってたけどうまくいってるフリをしてたらうまくいき始めたんだよ ね。だから逆にもしそういうのを意識していないんだったら多分もしかしたらあなたは自分はうまくいかないんだっていうのを決めてるかもしれないよ。うまくいくんだっていうのを意識してないんだったらひょっとしたら自分の教育何十年の学校の教育とか昭和的な教育とか、ね、世界的な考え方一般的な考え方で努力しないとうまくいかないんだっていうことが自分の OS になってるかもよ。もし努力しないとうまくいかない自分はうまくいかないんだってそれが OS になってたらそれを引き寄せるよ。なぜかっていうと自分はそこにフォーカスしているからそれが現実だっていう理由をラスで脳がそれを見つけてくれるんだよね。まずその OS を変えて OS で辛いことがあってもうまくいくんだっていう OS に変えていくことが大切になると思わない？ね。この話が役に立ったな、いい話やなってちょっときつかったんだけどいい話だって思ったらぜひねLikeボタンを押してください、ね、ちょっとLikeボタンを押すのめんどくさいんだよね。特に YouTube こうやって見てる時とか運転してる時にLikeボタンを押すのめっちゃ難しいんだけどそれを押してくれるとありがとう。 Thank you man, I appreciate that, I really do. ありがとう。で、こういうような話を毎週のね毎週僕ビデオアップしてるんですよ。で、今はライブで月曜日の朝6時半ちょっと早起きせんといかんだけど、ね、おはようジャパンね、早起きクリス、目覚ましクリスっていうのやってるんで、ぜひね、If you could join me on my live、もうこのライブのいいところはどこがいいのかっていうと、見ている人たちなんだよね。すごいよ、このコミュニティは。ね、このような考え方を持っている仲間とかを増やしたいんだったら、ぜひこのライブに来るといいことが絶対起きてくると思います。でね、6時45分からみんなで瞑想してるんですよ。でこれちょっとね瞑想興味あるんだなとか、本当に楽にガイダンスが入っている瞑想をやってるので、興味があったらね、Please!Monday morning, 6:45. I'll see you for the group meditation. All right, man. I love you guys. I'll see you next time in Chris's room. ありがとう。じゃあね。Thank you.